ポコニャチは。今回のマリオメーカーは、解決編の4番目です。前回ご紹介した、僕が作ったポコニャンからの挑戦状その後を解説していきたいと思います。と、その前に、一つ告知があります。なんだ？先日、9月28日に行った生放送ですが、思ってた以上に皆さんに楽しんでいただけたみたいで、その後も生放送また楽しみですというリクエストをたくさんいただいています。お、そうだったな。まさかあんなに多くの人が参加してくれるなんて思ってなかったから、私たちの中では奇跡の回と語り継がれるわね。確かにそうだよね。でも、まだまだもっと多くの視聴者さんに参加してもらって、楽しんでいただきたいって思っているよ。生放送は、ゆっくり実況とはまた違ったライブの面白さがあったよな。そうそう。世界ナンバーワンの YouTuber と言われているピューディーパイさんも、その面白さと人気の秘訣の一つとしては臨場感が挙げられると思うんだ。ゲームをレビューするだけじゃなくて、プレイするゲームへのコメント、リアクションを視聴者さんと共有することを強く意識しているところがすごく魅力に感じるよ。意外に分析とかしてるのね。そうだね。一応僕なりに考えて動画の企画とかは練っているよ。確かに、ありていに人と同じことをやっているようじゃ、頭一つ飛び抜けた YouTuber にはなれるわけないもんな。YouTuber に限らず、それは何にしたって同じことよ。そうだね。別に誰かと比べて飛び抜けたいわけじゃないけど、見に来てくれる視聴者さんの期待に応えたいっていう思いと、人と違うっていうか、僕にしかできないことをやっていこうとは思っているよ。その一つがゆっくり実況の動画を毎日アップするってことなのか？うん、そうだね。でも、これからはそれに加えて臨場感を意識していこうと思うので、視聴者さんの要望次第で、生声での実況もシリーズに加えていこうかとも考えているよ。確かに、特にマリオみたいなリアクション系のゲームは、ゆっくり実況では伝えきれない笑いの間があるから、そういうのは生声の方が断然伝わりやすいわよね。霊夢は笑いのことになると急にマジな語り口調になるな。いや、でも霊夢の言う通り、実際に僕も生声でしか伝えられないものがあると思ったし、ゆっくり実況はゆっくり実況の面白さがあると思っていて、今後はそれぞれの形で表現していけたらって思ってるよ。そうね、形にとらわれず、多くの視聴者さんに楽しんでもらえる動画を作っていけることがあんたの使命だもんね。まあ、そんな大層なものではないけど、仕事や勉強で疲れた時に息抜きで見てもらって、って力が抜けるような笑いが生まれる、そんなバカバカしくてしょうもない動画を真剣に、ずっと作り続けていきたいって思ってるよ。あんたはたまに語速発信で熱いことを語り出すわよね。へ、ちょっと格好つけるとそんな感じですね。と、話がだいぶ横道にそれちゃったけど。ということで、次回のマリオメーカーは、生放送をしようと思います。ということでってどういうことよ。まあ、この流れだとそうだろうな。振りが長すぎて数分前から視聴者さんもわかってたでしょうね。サムネにも告知とか書いてあって、完全にネタバレしてるもんな。そうなの？いろいろとシミュレーションして期待を高める演出にしたつもりだったんだけどな。そんなことはどうでもよいから、日程はいつなんだ？はい。前回は土平日の放送にもかかわらず、本当に多くの方にご参加いただいたのですが、コメント欄に週末にやってほしいとの要望がありましたので、今回はそれにお答えして、10月17日の土曜日に生放送をお届けします。ってことは、ちょうど1週間後の来週の土曜日だな。うん、そうだね。で、今回はどんなことをするつもりなんだ？内容については、前回に続いて、視聴者さんからコメント欄に投稿いただいた、まだクリア02のステージをクリアしていく。ということをやっていこうと思うよ。また、道場破りをしていくってことね。うん、そういうことです。ただ、前回は完全に道場破られになってなかったか？逆アップかまされてた感じになってたもんね。いや、一応クリアはしたんだから、道場破り成功ってことにしておいてもらえませんかね。また全然クリアできないステージに当たって、グダグダプレイにならないことを祈ってるぜ。だから、土曜日を放送日に選んだっていうのもあるんだけどね。次の日が日曜日だからね。そう。ちょっと遅くなっても許してもらえるかなと。始める前から始めるわけじゃねえか。いや、もちろんバッタバッタと道場破りをしていくつもりだけど、前回のこともあるから、ね。ということで、繰り返しになりますが、次回のマリオメーカーは、10月17日の土曜日に生放送をお届けします。じゃあ、早速ステージをクリアしながら解説していくね。へいへい。まずは普通にノコノコを踏みながら下に行きます。この時、足場が1ブロック分しかないので気をつけて、左に重要なアイテムがあるので、取りに行きます。少しでもパックンフラワーに触れたら終わりね。ここで出てくる巨大キノコは、ここではあえて取らずに戻ります。
なんで取らないんだ？すぐに取っちゃうと、大きいマリオで戻らなきゃダメになるから、パックンフラワーにめちゃくちゃ当たりやすくなっちゃうんだ。だから、一旦そこまで戻ってキノコを取るのね。そういうことです。巨大キノコを取ると、ここのブロックが壊せるようになります。下にいるのこの子は倒しても倒さなくても良いです。で、パタパタを踏みながら上に行きます。これはなかなかタイミングが難しそうだな。そうだね、タイミングを合わせないとダメだよ。今です。で、一旦右に行って、先にブロックを壊してから、わざとパックンフラワーに当たって小さくなります。これをやっておかないと、巨大マリオでは、このブロックに乗った時に、ブロックを壊してしまって、マグマダイバーになっちゃうからね。なるほど、溢れ出るパワーがアダになるのね。あ、ライン来たわ。おーい。何がライン来たわよ、実況に集中しろよ。あんたいつもそういうところあるわよ。そうだぜ、大事な会議の時とかも自分だけ不参加みたいな空気出してる時あるからな。あんたのために私たちが一生懸命考えてるのにあんた一度も発言ないなんて柄じゃない。完全に仕事舐めてるよな。そうね、完全に舐めてるわね。一回本気で引きずり回してやらないと気が済まないよな。大体ダイエットもやるって言い出して何ヶ月経った今でも全く効果が出てないじゃない。腹筋30回もやらないで値を上げるやつ初めて見たぜ。だからあんたは何をやってもダメなのよ。そういうことだぜ。ちょっと LINE を開いただけで、人格まで否定されるとは。人格だけじゃなくて服装もよ。いつもネルフかミッキーの T シャツじゃない。まさかお前それで UFS 行くんじゃないだろうな。オタクロリコン引っこもりに加えてダサオの称号までいることになるわよ。服装関係ないやろー。一丁裏でお気に入りもエヴァの T シャツまでバカにするのやめなさいよ。あ、切れた。逆切れだな。このくだりが収集つかなくなってきたから本編に戻っていいかな。お前もせいや。気を取り直して実況やっていきます。それはこっちのセリフだけどな。ここはブロックを壊しながら上に登っていきます。じゃあダメージを食らったら済むパターンね。うん、ここはトゲゾウがブロックの真下に来た時に叩くと良いよ。そしてタイミングよくファイアバーを避けていきます。今です。で、土管の中に入ってサブステージに進みます。次はドッスンが2体いるので、これをほぼ同時くらいに落とします。これは難しそうね。そうだね、行き過ぎるとダメージ食らっちゃうし。あー、今です。おらー。そしてすかさずジャンプしてブロックを壊す。で、一旦左に行って B スイッチを出しておきます。それから上のブロックを叩いてスターを出す。でも、ここでは取らずに下で待って取ります。そして B スイッチを踏んで一気にダーシュ。スターは下で取った方が無敵時間を稼げるからか。うん、そういうことです。一気にコインのところまで駆け抜けます。で、先にここより左のブロックを叩いて、下を出します。ここを登った先にあるブロックに、ファイアフラワーがあるので取ります。ここ、地味に取りにくいからね。お前が下手なんじゃなくてか？やってみなさいよ、めちゃくちゃ難しいんだから。そして、ここで出るアイテムは必須アイテムで、最後まで必要になるものです。このクリボーの靴を剥ぎ取ります。かやせこの野郎。かやせ？この靴を履いて、今来た道を戻ります。簡単そうに言うけど、これも難しそうね。戻ったら、さっきの B スイッチのブロックを足場にして、ノコギリの上に乗っていきます。とりあえず、安全のためにパックンをやっつけておきましょう。おお、巧みなスキル。さっき取ったフラワーはこのためでもあるんだよ。なるほど、必須アイテムではないけど、あるとかなり助かるな。あとは上に登っていくんだけど、ノコギリの上に乗ると意外と持っていかれるから気をつけてね。そして、この先に火を吹く仕掛けがあるから進むタイミング重要だよ。あ、ちょっと失敗。ここは失敗しても戻ってこれるのね。うん、まだここなら大丈夫だよ。火を吹く仕掛けの手前のブラックパックンの上でタイミングを測ります。ここです。今です。で、ここからは脇目も振らず一気に駆け上がります。ここもタップと、今のハンマーブロスとかめちゃくちゃ厄介だからね。あの位置のハンマーブロスはダメでしょ。ここ落ちると詰むので、落ちないようにして土管に入ります。ここももたついてるとファイアバーにやられるので、一気にパックンフラワーを足場にしていきます。あれ、なんか視界がおかしいわよ。うん、ちょっとこんな仕掛けも入れてみました。めちゃくちゃ見づらくて厄介だな。うん、こんなん鬱陶しいかなって思ってね。それは完全に狙い通りになると思うわ。そしてここからはテレサを踏んでいきます。そういえばこの先は挑戦状戦で、あんたがいやらしい仕掛けをつけたところよね。そうそう、調子に乗ってあんなこと言っていたよな。めちゃくちゃいやらしいわね、この隠しブロック。少しでも早く行こうとすると確実に引っかかりそうだもんな。最後に、心理的なトラップを仕掛けてみたんだよ。あんたの意地の悪い性格がステージに現れてるわね。だから褒めてないか。でへへへ。でへへへ。
この回想シーンからの流れからすると、この先は確実にフラグ回収の流れね。と言ってる間にダメージ食らったな。いやいや僕は霊夢のように一級フラグ検知士じゃないから。と言ってる間にまたダメージ食らったわよ。僕は今、やっぱり自分で引っかかるかーい。もはやお約束すぎて笑いも起きないわ。気を取り直していくよ。先に言っておくけど、もうお代わりはいらないからね。重々承知しております。霊夢やめとけ。お前が言うとマジでフラグになるから。念のために言っておくけど、おかわりはいらないからね。だからそれ言うとフラグになるって。あ、これ見ろ、いきなりいい感じになってるじゃないか。そうね、順調な滑り出しね。ちょっと黙っててもらえませんかね。もうここはゴリ押しでもクリアするぞ。ほら、クリアしたぞ。あ、ゴリ押しだー。ちゃんとクリアしたんだから文句はないでしょうよ。なんかね、いまいちスタイリッシュさに欠けるゴールだったよな。お前ら、やってみろよー。と、まあ確かにカレーさには欠けましたが、ステージ5の攻略をお送りしました。あんなにも、マリオはプレイのカレーさも求められるんだ、とかかっこいいこと言ってたのに、ある意味カレーではあったけどな。若さ加減に関してはカレーだったわね。まさか自分の配置した隠しブロックに引っかかるとはな。それも2回もね。賢い人は人の失敗を見て学ぶけど、愚か者は自分の失敗でも学ばないとはよく言ったものね。完全にお前は後者の方だな。二人とも、そろそろやめておかないと泣きますよ。仕方ないから勘弁してやるか。感謝しろよ。あ、はい、ありがとうございます。ってなんでや。あ、また恥ずかしいノリツッコミ。毎回そうやって言葉で恥ずかしめるのやめてもらえます？と、それはさておき、今回はステージ5を解説してきましたが、このステージもすでに幾人かにクリアされてしまってます。クリア0人目指すとか言ってたのにな。あんたの上にはまだまだ上がゴロゴロいるわね。ふっ、君たち、こんなこともあろうかと、すでに新しいステージを作っていたんだよ。しかも、今回のステージは間違いなく今までで一番難しいステージです。もういいよそういうふりは。ただのフラグになるだけだもんね。私を差し置いて高速フラグ回収するのやめなさいよね。フラグちゃんは、マジで今回はすごいんだよ。今までにおそらく誰も使ったことがないであろうと思われるマリオのテクニックを使わないとクリアできないステージになってるからね。へぇー。棒読みやめなさいよ。で、それはいつできるの？もうステージは出来上がってるから、生放送の次のマリオメーカーでご紹介できるとは思うよ。まあ。期待せずに待っててやるわ。いや、今回は期待していただいても大丈夫です。きっと誰もクリアできないステージに仕上がってると思います。では、今回はここまで。次回は10月17日土曜日の生放送で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。生放送へ続く。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガに登録すると、ポコニャンの動画など、最新情報やお得情報がメールで届くわよ。気になった方は、ぜひメルマガ登録をしてくださいね。チャンネル登録は左側をクリック。メルマガ登録は右側をクリックするんだぜ。スマホ、タブレットの方は、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そちらをタップしてね。それではまた、明日の動画でお会いしましょう。この次も、ゆっくりしていってね。